駄菓子屋ゲーム博物館、駄菓子屋ゲーム博物館。こんにちは、駄菓子屋ゲーム博物館の岸です。そしてね、これをもう書いてます。日本懐かしいゲーム財源でーすってね。今回は二度と知れない人気駄菓子の最新版ですね。前回の仕入れからまあ1ヶ月くらい経ってね、やっぱね、売れない駄菓子が判明してたんで、今回紹介しようってことですね。ではね、皆さんも予想しながら見てください。チャンネル登録でござる。さあ、それでは売れない不人気駄菓子の紹介です。どれかな、どれかな。梅ペーパーね、これはね、仕入れの時の食レポで紹介しましたね。これかな。どれかな。このラムネもたくさんありますね。たくさんあるから売れないのかな。このチョコもちょっと残ってますね。このさ、このハワラムネも結構残ってるな。さあ、どれだどれだ。さあ、正解はこちらの桜大根でした。いやー、この桜大根ね、やっぱね、仕入れのとこ見ましたからね、やっぱね、久々に仕入れたけど売れないんですよね。なんでだろうな。私は好きなんだけどね。やっぱ今の人に合わないんですかね。これね、2箱仕入れたんだけど、ほっとね、私がおやつに食べちゃってて、ほんと売れた分は3分の1ぐらいかな。だから3分の2は自分で食べちゃってるってね、感じですね。まあ、せっかくなのでね、じゃあこれもね、食レポしちゃいましょうかね。いいのでござる。ではね、今回こちらのね、不人気駄菓子の桜大根をね、試食しましょう。こちらのね、桜大根、遠藤食品さんなんですけどね。いや、私は好きなんだけどな。こんな開けやすい、昔はね、こんな開けやすいパッケージじゃなかったんですけどね。開けやすくもないか。開けるとね、毒のこのね、酸っぱい匂いがね、きますね。もう唾が出てきますよ。このね、2枚入り、この厚切り、桜大根2枚入り。じゃあ、大きい方からいっちゃおうかな。大きい方からね。こんなね、今夜中の3時にね、動画撮ってますけどね、こんな深夜のね、夜中の午前3時にね、桜大根をね、食べながらそれを動画撮ってる人はね、そうそういないじゃないですかね。歯応えいいな。このね、咀嚼音聞こえてますでしょうか。このね、音フェチ動画になるんじゃないかな。ね、おじさんがこの桜大根を食べる動画にニーズがあるんでしょうか。昔の桜大根もうちょっと薄かったような気がするんだよな。この半分ぐらい。ね、酸っぱいな。桜大根完食しましたと言いたいところなんですけどね、見てくださいよ、これ、この汁、これ昭和の少年はね、これも飲んでこそ完食ですからね。この酸っぱい汁、人によってはね、あのほら、すもも漬けの汁、あの捨てる派の人もいますけどね、私はね、汁も飲む派なんで、あのカップラーメンもね、汁飲む派なんで、逆にあの、なんつうのかな、たまにいる人が、あのスモモの汁だけ飲んで身を捨てるっていう人いましたね。珍しいなと思って。いやね、飲まなきゃいいけど、この汁飲んじゃいましょう。酸っぱ、ね、ということで、昭和の少年らしくね、汁も完食しましたってことでね、今回試食した桜大根ね、あ、じゃあ恒例のね、格付けいきましょうかね。星1個から星5個でね、格付けしちゃいますけどね。そうだな、
まあ、今回ね桜大根人気流しとしてね紹介しましたけど、まあ、これ私の主観ですからね。星 2.5 個ですね。まあ 2.5 個なんで、まあ3個を中間とするとねちょっと1個落ちるって感じしました。というのもね、まあ、さっき言った通り、まあ普通に食べたらこれね3なんですよ。なんだけどここんとこね結構ね、まあ、毎日とは言わないけど、まあ 2,3 日ごとにねこの桜大根をおやつに食べてんでちょっと飽きてるんですよ。なので飽きてるところにね、ちょっとね食レポ入れたんでその分ね、星がね 0.5 個落ちましたけど、まあ久々に食べたら、星3つかな、ほら前話したと思うんですけど、あの何年ぶりかにもろこし太郎食べたらこんなうまいもんあるのかってびっくりしたって話したかな、ライブで話したかもしれないけど、もろこし太郎がこんなうまいもんなんだってその時びっくりしたんですよ。でそれからもろこし太郎を毎日おやつに食べたらなんかねまずく感じるようになってきちゃって、やっぱ飽きるんだな。だからやっぱねこの桜大根もここのとこずっと、まあ、売れないんでね自分で食べてたらやっぱちょっと飽きが来たところに食レポしたんで、まあ 2.5 個としましたけど、まあその分ちょっとね減った分を加味すると、まあ、久々に食べたら 3個かなぐらいっていう感じなんで、まあ普通って感じなんでね、まあ、確かにねこのすもも漬けとか桜大根って酸っぱいんでね好き嫌いあると思うんですけど、まあでもねまあ嫌いじゃなかったら、まあ美味しいんでね、まあ美味しい、まあ漬物なんでちょっと微妙なところなんですけど、まあねぜひぜひ、懐かしい味がね楽しめでね、皆さんねこちらの桜大根、あと駄菓子屋ゲームハンクス館では8個しかないんで、まあ一応ねまあ二度と知れないって言っちゃったんでね、まあ年単位ではね、まあ、知れないと思います。私もねもう飽きるまで今回、おやつに食べたんで、まあ、しばらくね知れないと思うんで、あと8個ね皆さんお早めにってことでね、今回はねこちらのね、売れない、不人気のね桜大根を紹介しました。この動画ね面白かったらねグッドボタンお願いします。それではバイナララナイバ。少年おじさん長い T シャツ着てますね。この T シャツ高橋ゲーム博物館オンラインショップで買ったんですよ。この他にもキーホルダーやタオルなどオリジナルグッズも売ってるんですよ。でもオリジナルグッズっていうとお高いんでしょ。いえ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 、この T シャツ税込み3630円です。安い。でも通販だと送料もかかるんでしょ。いえ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 、この T シャツ送料無料なんです。送料無料？安い。これはお買い得ですね。お申し込みは駄菓子屋ゲーム博物館オンラインショップを検索。じゃんけんタイムでござる。いきますよ。最初はブンブンじゃんけんポン。バーイ。